新型コロナウイルスによる中国本土の死者は3000人を超え、感染者は中国本土だけで8万409人となっています。中国政府の衛生当局は、新型コロナウイルスによる中国本土の死者が湖北省などで新たに31人増えて3012人になったと発表しました。 感染者は中国本土だけで新たに139人増えて8万409人です。